はい、皆様どうも、マフロです。はい、久しぶりのモンスターハンター、前回ね、ボス、最後のボス倒して、その後のバージョンアップも全然やってなかったわけですが、そしてアイスボーン大型アップデートですね、買ってはいたんですけども、本当引っ越しの方ですげえバタバタしてて、やっとやり始めることになりました。って言っても前回のことね、ほとんど忘れてるんでね、リハビリを兼ねてということになります。なんかいつもこんなこと言ってる気がするけど、はい、それでは前回のこんな装備だったっけほんま操作も忘れてんだけどな。自分で周回エリア作ったらいいんでね。これだと入られちゃうのかな。プライベート設定をちょっと入ってほしくないので、操作の思い出しからになりますんで、ご了承ください。装備も全然覚えてないな、何をしてたのか。やり込みもしてねえし、ちょっとずつ思い出しながらやっていきます。アイスボーン、威勢のいい5機団で話しかけ。正門前に調査班が集まっていますね。森の調査に行くようですよ。なんかいっぱい出てるけどよくわからんな。この人か。レイゲーナって蝶みたいなやつだっけ違ったっけ準備はできたか。いきなり転移かな。なんかちょっといろいろ受けてからの方が良かったような気がする。ログインボーナス、私たちも行ってみませんか。なんか視線に違和感がある。気のせいか。お元気。ね。この辺の人から何かやってたような。そうそう、これで何か受けとくんだよな。この辺受けといた方がいいのか。重要登録を外さないと受けれない感じかな。それはちょっと分かんないから全部外しとこう。で、配信をとりあえず受けとく。で、受けれないやまだ行ってないから。なんか進めないと受けれないのかな。なんか登録しなきゃいけないんだっけ。なんか違和感あるな。リーダー話させて。話せない。なんてことだ。
なんか分からんけど、とりあえず受けとく。あ、オプションが戻ってるから違和感があるのか。セーブする。カメラ操作、そうだ、これが上下反転左右ノーマル、これじゃないと俺ダメなんだよ。照準時のカメラさ、これもも反転、これで OK や。通りで違和感があると思った。とりあえず調査に向かってみるか。なんかいろいろ出てるな、そりゃな、そうだよな。まあ行ってみるか。威勢のいい方があれだよな、きっとメインクエストだよな。箱屋ってなんだ。調査資源管理所、一緒やん。この人は何もない。あ、そこにビックリマーク出てる。ダッシュどうやったの？これショートカット。ミス。ああ、なるほどね。鍛冶屋でできたことがここでもできるようになったってことね。下か。あらあら、ハンターさん、まあまあ来てくださったのに、助かったわ。見える、あの奇妙な子、いつの間にかそこにいたの。どうやらお友達探検隊に混じって古代樹の森から来ちゃったみたいなの。何をどう調べても正体がわからなくって、言葉も通じないし、もうお手上げ。本当にこの世界の生物なのかしら。ええ、確かにこれは今までにない異常事態。総司令に報告した方が良さそうね。早速アイルちゃんをお使いに出すわ。ハンターさんもここにいてくださる？それにしても奇妙なこともあるものだわ。から何が起こるのかしらね。なるほど、ことは把握した。なんだろうこやつ。しかしこれは何という。危険度が不明のため目視のみでの確認ではありますが、この生き物のいろんなところが私たちの知る生物の概念に当てはまらないように思います。別世界の生物を考えた方が理屈に合うとすら思えるな。彼がやってきたという古代樹の森に行けば何かわかるかもしれませんが、異常の質が我々の常識とは違いすぎる。調査には慎重に慎重を期さねばならない。解決には
時間がかかりそうですね。せめてこうした事態に詳しい方がいらっしゃればいいのですが。こっちがメインか。またこれだ。これだからもう嫌いなんだ。俺を敵視しないとは珍しい。ここはどこだ。新大陸調査団の研究基地だ。君は？リビアのゲラルト・ウィッチャーだ。森で怪物退治をしていたんだが、何者かの魔法で突然ここに飛ばされた。どうやらここは別の世界のようだな。面白い。魔法？別の世界？まるでおとぎ話です。どうにも信じがたいが、君が現れるのを見たからには信じぬわけにはいかないだろう。そいつはネッカー。俺の世界ではよく見る怪物だ。やつをどこで？古代樹の森です。そこに行けばあなたやネッカーがここに来た原因が見つかるかもしれません。だが別の世界の怪物ともなると調査団の手に余るな。実のところ怪物退治は俺の専門でね。もちろん報酬はいただくが、よければ俺がこの問題を解決しよう。君を信じよう。よろしく頼む。それでは状況をまとめよう。一つ、そのモンスターはネッカー、別の世界の怪物である。二つ、ネッカーは何らかの方法で別の世界から古代樹の森にやってきた。3つ、ネッカー、そしてウィッチャーがこの世界にやってきた原因は不明である。こいつも俺と同じように門で飛ばされたのだろう。古代樹の森であるんだ。その森を調べてみる価値はある。他に情報は？どんな些細なことでも構わない。そういえば最近古代樹の森に肉いどりが増えているとの報告がありました。死肉をついばむ黒い羽の鳥類です。死肉を食らう鳥か。興味深いな。調査団は君を全面的にサポートしよう。学者たちにもこの件を調査するよう通達しておいた。森で彼らに会ったら声をかけてみてくれ。協力に感謝する。本来ならば君たちハンターがクエストを受け実地調査を行うところだが、今回は事態が事態なだけに本クエストはウィッチャーに一任する。これはあくまで特殊事例だ。我々は彼が最大限の働きができるようサポートする。はい。悪いようにはしない。俺に任せてハンター。とりあえず様子見よう。これウィッチャーっていうゲームの主人公ですよね。俺やってないんだけども、興味はあったな。やりたかったんだけど時間がなさそうだったんで。どこからやっていけばいいんだろうかね。調査に向かってみるか一回。とりあえずとりあえず戦闘の操作も思い出さなきゃいけないし、全く覚えてないや。
古代樹の森に礼儀への、私たちも行ってみませんか。準備はできたか。じゃあ行ってみましょう。よし。操作を思い出しながらっと。他のゲームと混同しなければいいけど。古代樹の森に礼儀へな。その理由は不明。目撃情報を仕入れてきました。案内します。痕跡が。ここに来ているのは確かなようですが、今日の森は少し様子がおかしいような。これ調べた方がいい。ひとまず行ってみましょうか。古竜あたりの調査も一旦落着。長い調査に区切りがついたんですね。次は何を調査するんだろう。あ、これで走るの。楽しみです。何か照準合わせ。随分と静かですね。どうしたんでしょう。鳥一は虫一匹見当たりません。近くが空いてるのかな。何かに驚いて隠れているのかな。痕跡は西へと向かっていますね。次の調査はどれくらいかかるんでしょう。私は最低でもあと10年は残ろうかと思っています。次の古竜渡りは10年後にあるのかないのか、それを確かめないと渡りの調査になりませんから。一騎団の方々もそのつもりだそうです。アプトノスの姿も見えませんね。静かすぎるな。よし、方向は合ってます。この先ですね。とりあえずついていけばいいのかな。それと実は私調べたいことがあって新大陸に来たのもそれが理由の一つなんです。そう、ずっと聞きたかったことが。あなたはどうして新大陸に来たんですか。とこの辺りですね。その話はまた今度。そろそろ出てくるか。ここにも痕跡が。ですかね。
やっぱこれがメインクエストか。一同揃っているな。これより作戦会議を開始する。今回は私の一存で連絡の取れた一機団調査班、そして各機団長に集まってもらった。知る者もいる通り、先日レイギエナの大群が海の遥か沖へと向かう現象が確認された。これについて説明を。はい。そもそもレイギエナには生息地を離れ遠距離を移動する習性はありません。彼らがなぜ海を渡ったのか不明です。今のところ考えられるのは、彼らの生態自体に何らかの変化が生じたか、あるいは彼らの生息地、つまりはこの新大陸に彼らを惑わす異常が生じたか。海の向こうか。総司令、どうしました？いや、何、皆の意見を聞こう。その顔見りゃ分かりますね。意見を聞くのでもないんじゃ。さっさと腰を上げましょう。こっちはもう待ちきれないのよ。よし。これよりレイギエナが一体どこへ向かったのか、その調査を取り行う。そう来なくては。総司令、レイギエナが向かった先には彼らが上陸できる陸地があるはずです。例えば島とか。うん、船で。いや、距離が不明なら気球。私たちには空がある。三機団の気球か。それなら遠距離から陸地の視認も規模の確認も可能だな。よし、派遣する調査員を選出する。お前はここに残り皆を守れ。物資班と技術班は一部同行。陸地を見つけた場合、拠点の設営は必須と心得ろ。5機団は各自準備完了次第司令エリアに集合してくれ。空を行ったその先に何があるかは分からない。だが星を知るべに進んだ青年のように我々も進もう。それでは我らに導きの青い星が輝かんこと。以上、解散。ハンターランクも俺まだ低いままだよな、きっと。全然やってなかったもんな。出発の時準備ができたら。指令。ビビる城。嫌な名前を見たの。とりあえず何持って行っていいかもわかんねえな。このままでやりながら覚えよう。総司令と話す。話さなきゃだ。この人もか。うん。受けとかなきゃいけないのあるかな。まあ限定っていうのもないと思うけど、このうち。
そうだ、クエストボードも確認してみようか。そういやよ、それじゃあな。はいはい、来ましたね、相棒。とりあえずこれクラッチクローを受けとくか。飯だな。おすすめ食っとく。よし、行くぜ。操作も思い出さなきゃいけないし。サイコ。LR L2 これからクラッチクローの扱い方を教える。指示をよく聞いて試してみてくれ。まずは基本的な扱い方の確認を始めよう。納刀状態でクラッチクローを発射してくれ。いいぞ。これか。クラッチクローは武器を構えていても発射できる。武器を構えてからクラッチクローを発射してみてくれ。よし、いいぞ。武器種によって扱い方が少し変わる。慣れるまでは扱い方の確認を怠らない。それでは次に進もう。クラッチクローをモンスターに当てるとしがみつくことができる。まずはしがみつき中に行う武器を使った攻撃方法を教えよう。この攻撃は装備する武器により性質が異なる。そうだな、今装備している武器ならモンスターがスリンガーの弾を落とす効果があるな。次に進む前にしがみつくタイミングについて教えよう。これは重要だぞ。モンスターが動いているときはしがみつきからの攻撃を狙いづらい。まずはモンスターを攻撃し、ひるんで動きが止まったところを狙うんだ。それじゃあ本番だ。モンスター相手に試してみよう。ほいほい。
弱らせればいい。モンスターの攻撃に注意しながら攻撃を当てろ。時が止まった。しがみつけ。これでいいのか。武器で攻撃しろ。いいぞ。モンスターが落とすスリンガーの弾は非常に強力だ。積極的に使っていこう。それでは次に進もう。ほら、勝手に終わらされた。次に教えるしがみつき中の攻撃はモンスターの頭部を狙ったものだ。モンスターにもよるが、しがみつける部位はいくつかある。しがみついてからも他の部位へ飛び移ることはできるが、スタミナを消費する。狙った場所にしがみつけるようしっかり狙えよ。これを行うにはスリンガーの弾が必要だ。弾を探して装填してくれ。弾？壊しなんじゃダメ。スリンガーの弾はないか。周囲を探して装填してくれ。どこにあんの？スリンガーの弾。これか。スリンガーの弾はないか。周囲を探して装填して、まずはモンスターを攻撃し、ひるんで動きが止まったところを狙うんだ。タッチの使い方も忘れちゃったよ。時が止まった。しがみつけ。今だ。スリンガーを使え。間違えた。三角壊しちゃった。チャンスを逃した。攻撃を当てて広まってみよう。攻撃を当てて広まってみよう。取ろう。スリンガー弾を全弾消費するが、モンスターを大きくぶっ飛ばすことができる。それでは次に進もう。次に教えるのはクロウを使った攻撃方法だ。この攻撃はモンスターの頭部にしがみついて行う。まずはモンスターを攻撃し、ひるんで動きが止まったところを狙うんだ。広まってみよう。あれ？チャンスを逃したな。攻撃を当てて広まってみよう。スロー攻撃でモンスターの向きを変えるんだ。よし、いいぞ。やってる。スタミナの消費が激しいが、連続で破壊することも可能だ。まずいな。モンスターが怒っている。これも疲れて。怒っているモンスターにはぶっ飛ばしと向き合いが効かない。怒りで我を忘れているモンスターはとても危険だ。
行動観察を怠るなよ。怒り中はモンスターの攻撃も激しくなる。離れて少し様子を伺うんだ。モンスターの怒りが収まったか。それでは次に進もう。次に教えるのはこれまでの教えを応用した攻撃方法だ。この攻撃は周囲の環境を利用する。しがみつき中に行ったぶっ飛ばし攻撃でモンスターを壁に激突させるんだ。成功したら大きなチャンスが生まれる。自分の力で成功させてくれ。じゃあ壁側に置き込まなきゃダメね。あれ来ないよ。すごい。こんな感じでしょ。こんな風に周囲の状況や環境を使って狩りを有利に進めてくれよな。これで全ての説明は終わりだ。お疲れ様です。頑張ったな。こんな感じでよろしいですか。まだ今一つ攻撃方法覚えてないな。太刀の使い方勉強し直さなきゃいけない。はい、それでは今回はここで終わっておきます。またちょこちょこやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。